こんにちは。手で芸をするコミーです。はい、今日は力を入れないで言えました。今日はね、これを仕上げられるかなと思ってこれにしています。これはシフォンムースのミルキーホワイトとデニムブルーを使っています。はい、ちょっとね、全体像が見えない感じですけど、なんとなく大きさ的には伝わるですかね。伝わるですかね、だってオーバースカート的な感じですかね。大きさとしてはカフェエプロンみたいな感じで腰に巻きたい、ズボンの上から、はい、冷え対策です。それでね、今ちょうどね、ウエスト部分もうちょいだから、あと1段か2段だおしまいにしようと思ってるんですけど、これは15です。シフォンムースは15ってなってるんですね。で、このこう本体部分っていうかな、この辺はこのジャンボ針で、見えにくいな、ジャンボ7ミリで編みました。特にね、規則性はなくって、最初これ長編みかな、でこう長編み鎖長編み鎖ってちょっとこの隙間を開けている部分と長編みの部分、隙間の部分と長編みの部分という感じで、本体はジャンボ針、そしてこのウエストのところは、引き上げ編みのところを10号にしている感じです。はい、腹巻きパンツもね、編み始めていますけど、まあ、ちょっと時間がかかるですよね。そうだから、それまでっていうわけでもないけど、まあ、これだとそう、ズボンの上からスパッとこうスッと履ける感じ、まあパジャマの上でもいいけど、普段のズボンの上にこうカメラ越しにやると間違えてるね。あれなんですよ、なんか、まあ日が当たってなきゃあれだけど、こう晴れている、日が出ている日はこう外にいる方があったかいんじゃないかという感じの冷え方なんです、家の中がね。だからなんかすごい着込んでたりします、家の中で。で、なんだこりゃ。で、そう、何年、一昨年ぐらいに、まあ、今も売ってんのかもしれないけど、あれユニクロでね、なんか巻きスカート的な、ダウンじゃないのかな、なんか綿が入ったような、裏側がなんて言うんだっけ、フリースになっている、こう巻いてこうパチンってボタンで留めるようなタイプのスカートをズボンの上とかに、家に帰ってくると巻いてたりしてたんですけど、そう、それ処分しちゃって今なくって、そう、あれなかなかこう良かったなと思って、だからそういう、そこのなんて言うんだろうな、下半身のお尻から太ももにかけてみたいな、そこを温めるものがあったらいいなと思って、
で、まあこれならね、あの履いてても宅急便屋さん来ても平気ですよね。だからまあ外にも行けるかな、ちょっとわかんない、それはあの年齢にもよるかもしれないですけど、まあとりあえず誰か来ても平気な感じで、色もね一応2色にしたりしてちょっと可愛くなるようにみたいなことを考えながら、はい、編みました、編んでいました。あのジャンボ針使うからもうね本当にサクサクです。で自分のサイズ、私は割とこれをこうぴったりめにしたかったので、まあ本当に自分サイズですね。あの密着していた方があったかいだろうと思って、あのこう体に合わせて最初のスタートの目をね決めました。でもう輪っかにしてどんどん編んでいくだけなので、あの誰にでもできる。でね、そう、そのこの長編みと長編み鎖のところもなんか全然規則性もなくって気分でやっているので、なんか本当適当です。本当に適当。でもねこのねシフォンムースの糸の質感が好きなんですよね。あの前にこれ買ったことあるんだけど、なんだろう、指編みをちょっとやってみたくて、その指編みするのになんかいい糸ないかなと思って100均行った時にこれ触ってて気持ちが良かったからこのシフォンムースをチョイスしたんですけど、そう、でもその時に買ってその後そのお店で見かけて、あ気持ちいいやつだと思うけど、なんかこの太い感じがね、何を作ったらいいかなと思って、それからこの糸は買っていなかったんですけど、これを作ってみようかなと思った時に、あじゃあそれならあのシフォンムースにしようと思ってこれにしたんですよ。まあ他にもね色があの何色かありましたね。まあでもそう一色じゃなくて、まあ何色か組み合わせようと思っていたんだけど、まあそれならこう定番的なネイビーとホワイトみたいなね、失敗がない。そう茶色とピンクみたいなのが多分なかった。ピンクはあった気がするけど茶色がなかったと思うんだけどな。そうあったらね、あのお得意なアポロチョコ色にしたかもしれないですけど、まあなかったので白と紺でやりました。あのそんでそう、ここのウエストのところ、まあそんなにね、あのなんだろう、ギュッとこうゴムっぽくしなくても、まああのもしずり落ちちゃったとしても下にズボン履いてるしね。あのなんならまあこの編み目にね隙間があるから、すごいゆるゆるだったらなんか紐でも通せばいいかなと思っているんですけど、まあぴったりめに作ったので腰に引っかかったりとかもするかもしれないので、ただまあ少し針の号数をこう落として細いものを使ったらこう締まっている感が出るのかなと思ってやってみました。まあ履いたらきっとここは伸び伸びになっちゃうから、どれくらい伸びちゃうものなのかは履いてみないとわかんないなというふうに思っています、うん。はい、なんかここ長くするとちょっと腹巻き的なお腹の方もね、隠せたらというか温められたら、それはそれであったかそうな感じがしますね。うわ、ここで終わると糸がちょうどなんだ。でもこ
これちょっと全然全然わからないですね、全体像がね。ここからウエストにしただけど、こんな、あ、揺らしちゃった、ごめんなさい。ちょっとサイズ、一番上から下までが今35センチだとちょうどそのカフェエプロン的な長さですよね。でもなんかもう一段ぐらいみたいな。ここで忘れないように、今日の蓋付きマグカップちょっと動かします。よいしょ、はい、なんか久しぶりな気がする。コーヒーです。あ、今日も言ったっけ、喋りながら撮影しています。言ったかもしれないけど、言ってないかもしれないから言いましたもう一段、せっかくもう一個一棟があるから変えよう。これ邪魔なんで切っちゃいますね。これでね、なんだ、全部で6玉買ったから、これ少し余ってるとこれでおしまい。なので5玉以上、56玉弱って感じかな、あの使ってる糸はね。こっちでいいんだよね。この間ね、動画で見つけたやり方をやってみているんだけど、合ってるのかどうかはちょっとわかんない、結び方。ちょっと長すぎちゃった。合ってないかもしれないけど、まあいいです。ほどけちゃったらちょっとあれだけどねなんかほんと動画ってすごいなぁと思う。いろんなことが動画で分かっちゃう世の中ってね、すごいです。ちょっとこれを1、2、3、はい、あと1段で終わりにしようかな。そしたらあのこのウエストのところがね、紺と白と2段ずつで、なんか分量的にもいいんじゃないかみたいな感じです。結び目がどこに出るんだろうかなんかね、太いからってわけじゃないね、あのちょっとね割れやすい糸が、だからあの気を抜くと引っ掛けちゃうっていうかな、糸の間に針を入れちゃう感じはあります、うん、ただその割れやすいってことはホワホワなのかもしれない糸がね、だからそれがいいところでもあるから、まあしょうがないんでしょうね、割れやすいのはね、うん、本当はウエストのところ白いのにするとなんか汚れやすいかなと思ったりしたんだけど、まあ家で履くものだからね、いいかなみたいな。そう、玉編みルームシューズ
やばいです。すごいあったかいし、ほわほわ、なんていうかな、先っちょ、つま先部分が見た目が可愛いあったかいのはもちろんなんだけど、ズボン履いてるとその先っちょが自分から見えるですよね。その先っちょの丸みがもう何とも言えず可愛い時々自分でルームシューズ見て可愛いって思っているっていうね、まあそれもたまみ病でしょうね。すごい、だから私はもうね、1個目はこう一心不乱に編んでしまったけど、こう先っちょだけ色変えるとかしたらまたそれはそれですごい可愛いですよね。まあ何足もあっても履けないからあれだけど、でもね、これから編もうとしてる方も多分いるでしょうし、なんかやばいっすよそうね、コメントもいただいていたけど、まあこれ女の子なら欲しくなるかもしれませんね。そして先日ね、ライブ配信の時にいじられてしまった手芸男子くんもね、編んでみようかなというコメントいただいています。これ本当可愛いからね、男子はちょっと履きにくいかもしれないけど、でもあったかいからね、なんかまあでも色を変えたら男子でも別に、玉編みは女子のものってわけじゃないからね。なんかまあメランジに黒はないけど、なんか黒い毛糸だったり、あと、まあ、メランジ使いたかったら黒いこう糸を引き揃えて編んだりとかしてみると、ちょっと落ち着いたルームシューズにもなるかもしれませんよね。そう思う。だってね、男子だってあったかくしたいし、はい、きっとね、作れたらインスタとかで写真を見せてくれると思っているので楽しみにしています。皆さんもね、玉編みの、はい、見せてください。ちょっと、はい、ちょっと今一旦止めましたこれもうすぐ編める。もうほんと太いのは早いからいいですね。まあコツコツ作り上げていく細い糸のももちろん思い入れも、なんていうかな、情愛情もたっぷりだし、それはそれで楽しいけど、この太い糸でサクッと編めちゃう感じも、もう私は昔というかな、ね、この1年の編み物のハマりようは今までにないってね、何度も言っているけど、今までだと冬にちょこっと何か編みたくなってって編む時にはこう長い時間かけて編み上がるものは、まあ、できないと思っていたので、本当に太い糸、太い針のものばっかり編んでましたね。細いのもう靴下とか編んでみたいなとか思っていたけど、まあそんなん絶対無理と思って、もちろん調べようともしなかったし編もうともしなかったから、本当にね、太い針ばっかり持って、棒が多かったんですけどね、棒針は太めの針ばっかり持ってました。まあ今はね、靴下とか編もうと思って細いのもあったりするけど、本当に太いのばっかり。それはもう早く編み上がるから、まあ、そうしないと飽きちゃうから、早く編み上げないと途中でね終わってしまうという、
はい、これでおしまいにします。これ映らないね。ちょっとね、ちょっとカメラを動かします。こういう感じ、なんとなくつかめますか？全体像。ここから、ここから細い10号にした、ここまではジャンボ針です。きっとあったかいはず。ちょっと散らかってるところも見えちゃいましたけど、はい、ということで今日はシフォンムースで、最後の締めなのに喉が、はい、オーバースカートを作りました。完成です。はい、まあ、リート始末まだですけどね。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画いいと思う方はグッドボタンお願いします。はい。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。